はい、どうも、BME でーす。はい、今回はですね、三重県鈴鹿市の、なんて言えばいいかな。ラーメン屋さんなんですけど、ただのラーメン屋さんじゃなくてですね、なんと、冷酒をやってくれるというラーメン屋さんにね、やってきましたよ。ラーメン屋とっていうのは、なかなか、ね、ないから。あ、冷酒がね。ラーメン、なんかカットの。カフェはあるけど、そっちの方がなんか馴染みは深い感じですね、うん、そう、ラーメンかける冷酒ということで、なんだろうな、スタイルとしては多分ラーメンを頼んだ時に冷酒も一緒にお願いしますって言うと冷酒してもらえるみたいです。なんか自分についてくださっている守護霊様を見てくださって、なんやろな、自分に必要なメッセージかなを伝えてくれるらしいです。何気、結構占いとか好きなんですけど、私ジョーは個人的に占いとか好きなんですけど、霊視とかがさすがに初めてかな。だから結構興味津々です。何がついてるんでしょうか、私には。そうっすな、お腹すいた。そう、我々ね、とある撮影の帰りなんですよ。劇団の、まあこれから続報が出てくると思うんで内緒なんですけど、はい、内緒内緒なんですけど内緒なんですけど、まあそういうことなんで、化粧もね、なんか売れない韓流スターみたいな感じになってますけど、まあ撮影帰りなんでごめんしてくださいってことで行ってまいります。 VME エンタメチャンネル。はい、これがフクスタっていうラーメンで、これがスタジャンラーメン。スタジャンラーメン、おお、めっちゃうまそうやん。めっちゃうまそうやん、ね、超ニンニクの味。そう、ニンニクがかなり乗ってるそうなので。まだ来てない。まだ来てなかった。これも来てない。博多ラーメンですね。はい。ゆっくりどうぞ。ご注文以上でお皿でしょうか。はい。ありがとうございます。失礼いたします。こちら博多ラーメンがすごいです。いや、うまそうやな。なんで肉乗ってるの。いや、そんな通じゃないから分かりませんってことで、いただきます。VME エンタメ。なるほど、ピリ辛程度。それ一番うまいやつ。厚めの辛いの苦手な人はちょっとやめたらいいと思うんだけど。ああ、じゃあ俺無理や、ピリ辛、辛いの好きな人は全然いける、美味しい。ちゃんと豚骨の味もするので、ガチうまそうやん。俺のもめちゃくちゃうまい。 VME エンタメチャンネル。はい、ただいま戻りました。今日はね、オーナーさんが不在ってことで、撮影の回避がちょっとわからないってことなんで、霊視の部分は3人のトークでお伝えできればなと思います。いや、ラーメンのことから喋った方がいいか。VME エンタメ。ねえ、ラーメン、ネットでの評価結構普通って声もあったんですけど、どうでしたか。もう、うまかったな。いや、ちょっとしょうもこと。うまかったな。めっちゃ美味しかったのね。なんでそんなすぎてるのか。うまいもんな。うまいって言えばいいんだよ。そんな下手に、ああだこうだこうで普通とか言わんで、ね、ええやって素直にうまいっていいやってことです。はい、私たちの評価はまあうまいということで。美味しかったね。 VME エンタメチャンネル。はい、で本命って言ったら言ってしまったらあれなんかもしれんけど、本命の霊視パートいかがでしたでしょうか。めっちゃ面白かったね。めっちゃ面白かった。もうもうね、聞かれることはね、名前だけなんですよ。
名前フルネーム本名フルネーム漢字も込めて漢字も含めフルネームその一つだけなんですよ。それであのもうびっくりですよ。あのはいびっくりですよ。私ね本当ヒヤッとすることをたくさん言われましたね。あのまあ全部話すのもあれなんで、まあ簡潔に話すと、私は根が真面目で堅物だから、こうと思ったらこうって決めて譲らないらしいんですよ。マジそうっすね。あのまさにあの劇団の撮影とかでね、そう本当反省すべきところではあるんですけども、あのはい、まあそんな切れてた切れた。そうなの、無駄無駄やな。まあその感じなんですよ。であのアドバイスとしましては、あのなんだやろ、だからこうと思ったらこうってことを人に押し付けないと。マジでそうです。はい、肝に銘じます。まあ人の意見は人の意見として、ああそういう意見もあるんだねと受け入れた上で、まあ折り合いをつけると言いますか、まあ例えばそれが会社に置き換わりますと、意見を述べるのはいいことやけど、なんやろ、あこれめっちゃいい意見やのにって思っても、なんていうかな、会社のルールに従ってということです。まあ当たり前ですね。はい、そうです。はい、本当そうなんです。まあでもそうですね、切ないです。何切ないの？切ないです、切ないです。マジで図星なんで。多分この撮影帰りにこれを言われたということは、本当にお前いい加減にせえよと言われてるんやと思います。いつになったら学ぶんやと。はい、明日も撮影あるんですけども、明日はかまさんように気をつけたいと思います。はい、では次どうしましょう。なっちゃんさん、私あの言葉に振り回されがちだから、あの入り込まない、入り込まれないっていうのが気をつけてねっていうふうなことを言われまして、あの私本当に自覚があったので、あの俺もごめん、俺も聞いとって、はい、ああそんな感じやなとは思った、うん、なのであの自覚あったので、あの対策として、あのだいぶ人間関係も私断捨離をしたんですよ実は。あの、うん、あの若干乱暴に言うとバサバサ切り出して。ありがちやね。あのアミは友達少ないっていう風に大声出して言える状態なんですが、それでもいいんだよと、うん、いろんなこと言ってもらえたらちょっと勇気が出たかな、浅くていいんだよっていうそんなことも言ってもらえたので、まず自分がどうあるべきかっていう、まあ、自信を持ってってそんなことも言ってもらえたので、あの、まあ、ちょっとあのホッとしたかなっていう感じです。おー、いいほっこりするエピソードですね。何その感想は。はい、でも本当になんかあれやな、なんか入り込まれやすい、入り込みやすいっていうのは本当に見とっても思うね。あ、優しい方なんでね、なっちゃんさんは。はい、やっぱ優しいとあれっすね、ちょっと、そうだな、この汚い湯の中の中ではちょっと威圧されやすいと言いますか、そんな面はあるんじゃないでしょうかと思います。はい、従前これは自由人って言われたね、って言われましたね。名前だけでだよ。名前だけでだよ。名前だけで自由人。名前が自由人。お前の守護霊様がそう言ったんだよ、こいつは自由人だからなと。でも優しさ強めとも言われた、ね、うん、言われた言われた、マジでそうやと思ったな。みんなが認める自由人兼優しさあふれる、ちょっと知らないうちに落ち込む。理由もなく落ち込むけど、それはいつも発散しすぎとるからゆえの充電期間やよってこと言われてましたね。うん、悪いことじゃないよ。うん、そうそうそう。じゃあいいやつだ、ね、
自分で言うなって。 VME エンタメ、はい、ということでね、こんな感じです。今回来たのは八坂ラーメン福六店様ですが、このお店8月今月の31日付で閉店するみたいでして、いや閉店っつうか移転だね、新しく生まれ変わるらしいんで、気になる方は要チェックお願いします。ホームページとかあるんかな、なんか、まあこの辺に詳細載せときますんで要チェックお願いします。いや皆さんも気になりましたらぜひ来るべきです。本当にヒヤッとびっくり、マジでマジでやんって思うんで、本当に、いやマジで個人的な意見ですけど、マジだと思いますあれ。信じるか信じないかはもう自由ですって、スタッフさんもおっしゃってたんですけど、いや信じざるを得ないね。本当に、いやメンバーにも言ってほしいな、面白いな、なんかいろんな、なんやろな、なんか暴かれていくのを見たい。はい、ってことでね、今回も新しい切り口での企画でしたけども、楽しんでいただけましたでしょうか。またね、いろんな企画やっていきたいと思いますので、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。